岩手県交通千馬やバスターミナルは岩手県一ノ関市にあり、主に旧千馬町周辺地区の路線を管轄している岩手県交通のバスターミナルである。岩手県交通一ノ関営業所の下部組織で正式名称は岩手県交通一ノ関営業所千馬やバスターミナルである。高速や高バス、気仙ライナーの乗務員交代も当営業所で行うため、 約10分停車する。千間やバスターミナル郵便番号029-0803、岩手県一ノ関市千間屋町千間屋上、駒場285の五千間森岡線、特急千間森岡線座席定員制となっており、途中停留所からの乗車時点で満席時の場合には、乗車できない。また、本路線では、千間やバスターミナル県庁、 市役所前全停留所相互間とも、乗降可能。IGR 岩手銀河鉄道が発売している、規格乗車券は利用できない。岩手県交通バスカードが使用可能。千枚屋バスターミナル千枚屋駅口千枚屋、体育館入口、マイナス館山下一の席市役所千枚屋市所、入口本町構えだすり沢四津角、渋谷橋二戸猿沢夏山黒い道の、 駅水沢きなり対日通り水沢駅通り、欧州市役所前引く、普段町ケツのケ森岡駅、海運兄弟通3丁目中央通り2丁目、中央通り1丁目県庁、市役所前、森岡バスセンター一ノ関気仙沼線一ノ関、営業所と共管。主要停留所記載一ノ関大船渡線大船渡、営業所と共管。主要停留所記載本号線。 2020年4月1日、経路変更。柳沢東小田経由を国道284号線経由に変更線間やバスターミナル、線間や地域を経由しない路線間合運用で、一ノ関営業所管轄の一部路線でも運用される。2020年4月現在以下の路線すべて、一ノ関主営バスが代替運行している。岩手県交通運行時、終点は、 赤城であった。京仙沼線真ヤ線、平日のみの運行。土、日宿日は運休となる。2021年3月31日路線廃止。一ノ関市営バスではなく、一ノ関京仙沼線の停留所追加により、代替運行。ありがとうございます。